西崎平さん、えー、この人はあ、時間をいかに有効に使うかという,う生産性の効率を上げるお話がたくさん出てきます。えー、同じ時間を費やすにも、例えばあ、今はコロナであんまり行きませんけど、私は名古屋から東京行くときに、時にはわざわざ小玉に乗って、えー、東京行くことがあります。それはは玉の中では あ <coughs> 今の、えー、ネットを使って、えー、いろんな考え事をまとめることもできるわけですね早く着いて、えー、向こうでブラブラするのもいいんですが、えー、もう早めに切り上げて、えー、その粉玉の新幹線の中での静かな時間っていうのを有効に使って、えー、その日はもうあと、えー、要件が済めば自由になれるような 環境の作りり方ともあります生産性向上ということをよく言われますが小さな時間を有効に使うことによって大きな成果が出てくるそんなような話をこの若い青年から私たちはたくさん学ぶことがあると考えております。